こんにちは、ライムです。ということで、今回は全人類待望の新ガチャ、原初の悪魔勢力ガチャ、最速性能評価。言い忘れた、新ガチャ引くべきかっていうことだね。はい、こちら性能ね、先ほど生放送で発表されたんで、早速まとめてきましたので、お話ししていきたいなと思います。で、今回の動画もいつも通り長くなると思うので、長いなと感じた方は最後にまとめ書いときますので、まとめまで飛ばしてください。このまんま、まあ、暇つぶしに聞いてやるかという方は聞いてください。今回はね、めっちゃ興奮した。興奮したってことは、多分強い。キャラ云々とかじゃなくて、性能的な意味でね、興奮したので、いや、これ強いと思うわ。さすがに。さすがに、うん、これは強いと思う。語彙力がない。はい、ということで、まずですね、カゴビオレからお話ししていこうかなと思います。はい、こちら、まずカゴスキル。原初の悪魔勢力の攻撃力、バトル終了まで 12% アップ、無限加算。このターン、戦闘スキル回数無制限に発動可能にする。カゴの和装甲の SP 増加量、バトル終了まで 100% アップ、最大 500% まで。カッコ。バトル中の発動可能数を超えての発動負荷。はい。と、あと、加護の導き先に話しちゃうね。原初の悪魔勢力は風属性的に当たるダメージ量 60% アップ。物理キャラの攻撃防御 25% アップ。2ターン目以降ターン開始時に、スキルコスト条件バトル終了まで50アップ、最大999までということで、加護の導きはまあ最近の加護の、チャージ型加護では結構多い。タイプになってるんで、まあ、そこまで珍しくはない、カゴの導きは。まあ、単純に風特攻で物理系のね、カゴキャラと覚えておけば OK です。あと、新規勢向けの方もいると思うんで、これ、カゴのチャージ型というタイプで、マソコン、3種類あると思うんですが、その中のカゴのマソコンをメインに変換して、メインに消していくことで力を発揮するタイプのカゴキャラということになります。はい。で、皆さん気になるところ、このカゴスキルの戦闘スキル回数無制限に発動可能にするっていう状態だと思うんですよね。で、これもう生放送でも説明があったんですが、このカッコの部分だね。これパッとね、ここだけ見ると、あれ、もしかして仮面の勇者の運命崩落も無限に発動できるのではとか、あと全能魔装甲変換とかも何回でも使えるのではとかね、思う方いると思うんですけど、まあさすがにそんなことはありません。さすがにここのカッコ部分だね、発動可能数を超えての発動負荷ということで、もともとバトル中発動可能回数が1回までと決められているものについては対象外ということで、無理です。運命崩落はさすがに1回しか使えませんしね。はい。で、じゃあ逆に何なら発動無制限になるのっていうと、変換スキルとか、そういったことだね。あと無限加算系のスキルとかね、同じターンで何回も打つことができちゃったらめちゃめちゃ強くない？今まで、例えば、まあ、例としてね、例えば1ターンの発動可能回数が5回発動できてたとしよう。それがなんとこの発動回数無制限になることによって、5回が7回打てるようになったよとか、8回打てるようになったよみたいなことも出てくると思う。だから今までと全く同じ立ち回りをしていたとしても、ちょっとここ SP 余るけど、ここでどうせならね、本当だったら2回打てたらよかったなみたいな場面に SP さえ余っていれば、また同じスキルを発動することができるってことなんだよね。これ強いよね。まあ、ただもちろんスキルについては、その使った分コストは加算はし追加されていくんで、最初のコストが例えば25だったとしたら、次45、次が65、85、100っていう感じになってくんで、それはもちろん変わりません。なんで、あくまでそのターン SP が許す限りという感じになる。で、あともう一つね、もう一つか、もう二つか、いい利点がある。無限加算系ももちろんそうだし、あと変換系スキルだよね。例えばさ、奥義の魔装甲が3枚ある状況。で、奥義の魔装甲を2枚加護の魔装甲に変換するっていうスキルがあったとして、
そのいつもだったら、あ、1回しか使えないから加護の魔装コン5コンボ買ってと終わってたんだけど、このビオレのスキルがあるともう1回打てるから、その場合ってことは加護の魔装コン今まで6コンボできなかったのができるようになるってことなんだよね。って考えるとめちゃめちゃ強いよね。だから結構魔装コンの運ゲー度がだいぶ減る感じしますし、例えば3枚変換系のスキルギーとかね、そういうことチギーとか、技能2枚奥義1枚を加護に変換っていうやつ持ってて、で結構あるのが技能2枚奥義2枚みたいな手札の時、ギー使ってもうわー奥義1枚残るのかみたいな、で加護5コンボしかできないみたいなパターン多かったと思うけど、まあ本当に SP 結構コスト結構かさむけど、チギ2回打てるからって考えるとすごいよね。加護6コンボ基本めちゃくちゃ運が悪くない限りは基本加護6コンボが可能になるっていうことになるので。あともう一つね、奥義の発動コン変換あるじゃないですか、まあ、今回の配布キャラのミザリーも奥義の発動コン変換系ですけど、ああいったスキルも同じターンに3回使えるから、1枚変換系だったとしても3回使えば3人の極み奥義とかを変換できるってことになるので、すごいよ。まあコスト例えばもうマックス状態だと100、100、100で300使っちゃうけどね。まあなんで、まあちょっとあの使い方にもよるけど、一応そういった立ち回りとか今までできなかったことができるっていう意味において、他のキャラじゃ絶対真似ができない、どうやっても代用を聞かないっていう意味では、まあぶっ壊れだよね。そういった意味では今までの環境を壊したっていう意味ではぶっ壊れかなと思うので、いや強えわ。であとこのビオレに関しては攻撃力アップの無限加算なんですよね。でこのゲームって例えば会心耐性とか強心耐性、貫通耐性とか、敵がそういったバフに対する耐性を持ってるだけで、あ今月はこのキャラ使えないなとかいろいろ出てくるんだけど、攻撃アップに関しては基本腐らないんで、基本攻撃を封じちゃったら、攻撃力封じちゃったら一体何で戦うのっていうゲームになっちゃうので、さすがに攻撃封印系のものは一切ないので、まあ攻撃力下げるぐらいはあるけど、まあそう封印とか耐性とかそういったものは存在しませんので、って考えると腐りにくいね、圧倒的腐りにくいカゴ。今後の、カゴ、まあ、今後も出てくると思うんだよね、カゴのチャージが有効な月がね来ると思うんですが、攻撃力アップ系は少なくとも腐らないので、サブを変えるだけでね、あじゃあ今月会心耐性持ちだから会心率アップ系のキャラ使えない、戦闘キャラ使えないなとかはあるけど、ビオレの場合だったら全然使っていける。いやこれは強いと思う。あの似たようなので言うと臨戦のベルザードだね、あのお姉さんがね、そうあの攻撃力アップ系で同じく物理の加護の導き持ってるキャラって結構似てるんだけど、そのいまだに臨戦ビオレって、ビオレごめんね、臨戦ビオレじゃない、臨戦ベルザードって使われてる加護キャラだから、その使われてる加護キャラの加護スキルにこの無制限発動が追加された感じなんだよね、簡単に言うと。って考えるとめちゃめちゃ強えじゃん。いまだに使われてるキャラがいるのにさらにそこにもう一個追加しちゃったっていうやばさ。いやー強いわ、俺はイカれてるわ。インフレだね、まあ、この間のあのベニマル、闇属性のベニマルのさ、カゴ、カゴじゃねえって変換スキルもうインフレしたよねって話したけど、またこれカゴスキルもインフレしたなっていう、一つ一段階上に行ったんじゃねえかっていうところで、まあこれはもう臨戦ベルザード持っていようが他のカゴキャラ持っていようが引く価値は全然あると思うね、あると思う。うん、まあ別に、まあだから逆に言うと別に臨戦ベルザードとかでも代用はできちゃうってことだけどね、このもちろん風特攻でとかではないけど、風特攻とかではないけどカゴスキルだけ見れば代用はできるよってことだね。まあその辺で、まあ当然そのね毎回毎回石使って引けるっていうわけじゃないと思うので、その辺は皆さんの手持ちと相談ということになってくると思うんですけど、まあ少なくともガチ勢は引くべきかなと思います。これはだいぶ強い。そして次、戦闘キャラのディアブロだね。皆さん待ちわびたでしょう、極み星5のディアブロが出るのを。
ついに来ました。今回空属性ですね。で、勢力が原初の悪魔と魔国連邦幹部、さらに統率者ということで、一応先月のパーティーで入れることもできなくはないけど、あんまり噛み合ってるとはとも言えないまあまあ今後もね、また魔国連邦幹部の勢力が輝く時も来るでしょうから、一応統率者も入ってるんで、統率者勢力でも使っていけるよということです。はい。で、奥義、敵全体に通常ダメージの 320% の空属性物理攻撃、味方全体の貫通力一旦 5% アップ、極み奥義発動後に変換可能ということになってます。で、一応この奥義の同じカテゴリーで言うと、臨戦ビオレとかルミナスがここに入ってきます。全く同じだね。はい。まあもちろん勢力とかも違うんですけど、ただね、ビオレと近いね。ビオレも原初の悪魔勢力に含まれているので、うん、結構似た感じになってます。で、全体奥義なので、ちょっと敵単体に対しては火力が出にくいんですけど、全体奥義は全体奥義のメリット、まあ主に2つ、まあ3つかな、使いどこで言えば3つだと思うんだけど、少なくとも4月の東波戦については敵が3体出てきて全体奥義が活躍するタイプのクエスト、高難度クエストになってて、あともう一つは武勇祭のノーマルバトル上級とか、敵が3体出てくるような場面においてはフィニッシャーとして活躍することができる。あともう一個は武勇祭のボスバトルのターンリミットだね。基本最近のボスバトル1が敵が3体出てくるパターンで、ボスバトル2が敵が単体で出てくるパターンがもう最近固定になってるんで、そういった意味でも間違いなく、今月は使えていくだろうなというところがあります。まあ今月じゃなくてもまたね、なんか風弱点の時が来れば、まあまた使える時も来るでしょうけどって感じだね。まあ少なくともノーマルバトル上級だと、まあ定期的に使われていくでしょう。この奥義だけでもね、奥義フィニッシャーとしても、まあ、それなりに活躍の舞台ありそう。あと英傑杯行ったっけ、言ったかどうか忘れちゃったけど、英傑範囲でも全体奥義がね、結構役に立ったり、するコンテンツになっているんで、まあだから悪くはない、全然悪くないと思う、この全体奥義。結構いいと思う。個人的にはね、評価しているような感じになります。で、あと、スキル1。いや、これは強い。コスト80でゲロウモなんだけど、原初の悪魔または統率者勢力の物理攻撃力を一旦 100% アップ。なおかつ味方全体の貫通率一旦 100% アップということで、まず勢力指定っていうところ、これね、まあちょっと勢力指定かつ仏甲アップだからだいぶ絞られてるけどね、これにかかるバフって考えると相当絞られてるんだけど、一応このバフがかかるキャラ、具体的にどんなキャラなのかっていうのをちょっとお見せしようかなと思うんです。それが一応このキャラたちになってくんのかな。ごめんね、これ僕のあくまで手持ちの中からだから、もしかしたらね、なんか抜けてるキャラいるかもしれない。単純に僕が持ってないキャラで抜けてるキャラいそうな気もするけど、まあ、主だったメンバーは基本こんな感じかなと思うので、このキャラたちにこのスキル1が乗っかってくると思っていいです。これ、原初の悪魔または統率者の皆さん。のぶこのキャラたちの仏甲を一旦 100% アップってことだね。まあ目ぼしいキャラというかフィニッシャーだね。フィニッシャーとして活躍しそうなのはよ、まあチギーだね。まあチギーもさっきから話出てると思うけど、チギーとか、クービオレ、これ臨戦ビオレだね。であとは1月に出た陰陽師リムルも、この人もね光属性の物理っていうことになるから光属性フィニッシャーで、ビオレが、まあビオレに関してはディアブロと被ってるんで、まあこれはターンリミットとかそういったところでね一緒に使って火力出していくみたいなことになってくると思います。でチギーに関してはこの地属性の単体フィニッシャーとして使っていけるんで、これは強いね。うん、めちゃめちゃ強いと思う。だから少なくともこの3属性に対してのフィニッシャーを携えてるっていう面で見ると結構強めなのかなって思います。だから今後も全然使っていけそう。ディアブロがフィニッシャーにならなくても、例えば
種族性弱点の敵がいて、ギーをフィニッシャーにしたい。で、今回のこのディアブロをサブにして、ディアブロのスキル、ギーのスキル使って火力を上げて殴っていくみたいな場面もあると思うし、あるいはリムル、光属性の陰陽師リムルのサブとしてディアブロ入れてバフして殴るみたいな場面も全然あると思うので、そう考えるとめっちゃ強いです。で、この復興バフ 100% っていうのも現状の復興バフの最大倍率になってるんで、めちゃめちゃ強い。いかれてる。まあ、狭いけどね。その代わり狭くて重いっていうことなんだけど、まあ強いわ。こんだけバフ乗るキャラいたら十分でしょっていう。まあ今後もしかもまたね、原初の悪魔とか、まあ今後も全然追加されること多いと思うんで、キャラ多いからね、原初の悪魔。しかもなんか優遇されてる感じするし、原初の悪魔って。なんだかんだで。はい。だとついでに味方全体の貫通率 100% アップもついているので、うん、まあそれもまたね、他のキャラと被ってない。特にチギーなんか結構なんだろうな、この強めのバフプラス変換スキル持ちっていうところでスキル構成を一緒なんだよね、ディアブロと。だから結構近い関係ではあると思うんだけど、このねチギーとも全然被らないスキルなんですよね。これがもうまあ運営さんももうそれをね見ながら、じゃあちょっとチギーとは違ったタイプっていうか、違う被らないいいスキル与えようっていうことなんだろうけど、これはグッジョブ。ね、チギーが奥義発動後一旦 80% アップで、味方全体の物理キャラの回心率一旦 100% アップだからね。被ってない。で、スキルにも被ってない。3枚変換。さっき言ったやつだね。被ってない。非常にいい。ディモールト。すごくいい。すごくいい。で、ディアブロの、この、ちょっとディアブロの話戻るんだけど、スキル2の話ね。ディアブロのスキル2の話が技能のマスオコンを全てカゴのマスオコンに変換するっていうスキル内容。これコスト30ですが、さっきのねチギのコスト30変換と、まあ、コストは全く一緒なんだけど、チギはあくまで3枚変換だけど、ディアブロ 全変換、例えば極端な話、技能のマスオコンが手札に6枚あったとしたら、6枚全部カゴに変換できちゃうっていうヤバさ。いやーこれはやべえわ。しかもコスト30だから開幕変換も使える。開幕技能が4枚あったとしても変換で4枚変換できちゃうよっていう。いやこれは強い。初実装にして、いやこれは結構やってんなって思うね。これはディアブロさすがに待たせた回あったね、極み星5で。まあ確かにこれ極み星5でようやく実装されたディアブロが弱かったら結構ブーイングだったと思うんだよね。そう考えるとまあ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 っていう感じ。いやよかったわ、結果強い。なんかすげえ今回早口になった気がするけど、結果強い。だからまあもう本当にね、あの魔王流の強者の条件って何なのかって言ったら、だいたい強バフと変換の組み合わせだと思うんだよね。いろんなコンテンツに対応できるキャラって考えたら、高難度とか武勇祭、英傑杯全部に対応できて、まあ汎用性が高い。僕が好きなの言葉って汎用性なんだけど、汎用性こそ最強だと思ってるから、そう考えた時にチギの汎用性って爆裂に高かったから、今までずっとこうやって生き残ってるわけだよね。もう半年もういっぱいいっぱいだね、いっぱい生き残ってるわけですよ。そんなチギと似たようなディアブロスキルもう、まあ、別だからさあれなんだけど、まあ、カテゴリーとしては同じカテゴリーに入ってくると思うわけよ。ってなると間違いなく強い。もうさっき言った通り三軸で全部いけちゃうから強いわ。であとね、気になるのはディアブロの英傑特性だね。英傑特性次第だとマジで行くとこまで行くわ。これマジで英傑特性次第でちょっと環境変わるかもしれないね。英傑杯のぐらいなので、ちょっと英傑特性気になる。これはもうこれ明日の実装後次第なんだけど、どうなるか分かんない。まだ現時点では不明だからね。いや分かんないけどね、ちょっとその辺にも期待したいところだね。いやこれはもう文句なしだと思います。ということで長々と語ってきましたが、まとめ、新ガチャ引くべきか。今回のガチャは後半のガチャもあると思うけど、ブランとか天井犬とかいると思うけど、今回は何も考えずにとりあえずで引いていいレベルだね。両方とも。俺は、マジで。カゴビオレについては、既存のカゴスキルの上位互換と思っていいです。臨戦、似たようなもので臨戦ビオ、あ、ベルザード、臨戦ベルザード
がいて、任天ベルザードにプラスして一部を除くスキルの使用回数無制限化っていうものがあります。同じターンに同じ変換2回使ったりとか、奥義の発動コン変換2回使えたり、 無限加算系のスキルいっぱい使えたりとか、そういったことができる。もちろんその使った分だけコストは加算されていくので SP が許す限りっていうことになっちゃうけど、この今回のカゴビオレでしかできない立ち回りっていうのがありますので、そういったものを考えると、まあ、今までにない過去キャラ、他のキャラじゃ代用できないってことを考えるとぶっ壊れ。あと攻撃力アップもいいよね。あのよく会心耐性とか貫通耐性とかあるだけで、あ、今月はこの過去キャラ使えないなとか戦闘キャラ使えないなみたいなのが絶対あるんだけど、攻撃力アップに関してはそういった耐性とか仕様がないバフになってくるので、どこでも使える、基本どんな敵に対しても基本使っていけるので、非常に凶悪、腐りにくい、汎用性も高いというところで、これは持っておくべきカゴキャラかなと。でディアブロについても強いね。僕は個人的に強者の条件って強いバフにさらに強い変換持ってるキャラ、これが一番汎用性高いと思ってるんで、別に今月だけじゃなくて他の月、他の勢力、他のパーティーを考えた上でも今回のこのディアブロは全然入れていくことができると思うので、非常に強い。そして全軸で使える、英傑杯でも使える、武勇祭でも使える、高難度踏破戦とかでも使っていけるし、もちろんもう他のねループルーペなり、まあ何でもいいですけど、そういった高難度で全て使っていける性能になってるのかなというところ。であと一応勢力縛りで現象の悪魔と統率者ってあるけど、だいたい統率者って偉い人系になってくるから、リムルを筆頭にしたお偉いさんがつくことが多いし、原初の悪魔も今のところ結構大体の原初の悪魔が優遇されてるので、立ち位置的にね、ゴブタとかそういうキャラとよりも圧倒的に優遇されてる立場なので、それ考えると今後も強めの原初の悪魔が追加される、だから将来性もバッチリ、他の強い原初の悪魔が実装されれば相対的に、あ、またこいつディアブロのバフかかるじゃんみたいなことにもなって、相対的にディアブロの性能も向上すると言えるので、これは強いわ、これは強い、これはもうあの運営に愛された勢力と言っていい運営っていうか原作かな、どちらかっていうと原作に愛された勢力と言っていいだろう。はい、ということでこれは引くべきだと思います。でまた明日ね、ガチャ動画とか使ってみた動画もやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。